こんにちは、こんばんは。5分早く始めちゃったな。あ、なるほどね。定型文がこんにちはだからこんにちはなのね。こんばんは。びっくりした。みんなからしたらこんにちはの時間なのかと思った。三つ編みしました。ピーン、映ってない。髪が長くなっちゃって映ってないけど、三つ編みしました。皆さんはお仕事納めしましたか？あ、こっちにすればいいのか。わざとフライングした。待てなかったな。こんにちは。今年最後の配信です。お、無事収めました。お疲れ様でした。私も昨日無事公演納めとニコ生さんの配信をさせていただき、無事公演納めをすることができまして、はい。なんか年末にかけて公演がなんかあれですよね。みんな良いお年をって言うと考えます。もう年末かーって。あ、ちなみに家族が同じ部屋にいるので物音がしたりしても気にしないでください。お疲れ様でした。でもさ、仕事納めじゃない方もいらっしゃるわけじゃないですか。スーパーの店員さんとかもそうだし、みんなそうじゃないですか。だからね、みんながみんな仕事納めっていうわけじゃないと思いますが、家族は出演しません。お蕎麦はね、もう食べました。お蕎麦はいつ食べればいいかは分かんないんですけど、食べました。そっか、神社の人たちは今からが忙しいのね。そうだね、サービス業の皆さんには本当にありがとうございます。家族に質問するコーナーはしません。私だけの配信です。家族は巻き込みません。みはるおさめ、そうです、みはるおさめですね。今お餅、もうお餅食べてるの？あ、どん兵衛食べてる、いいね。こんにちは、こんばんは。そう、みはるおさめですね。こんばんは。すごい、なんかお蕎麦出てきた。なんだこりゃ。お蕎麦だから、年越し蕎麦だから。え、みんな年越し蕎麦、ばばばばば、年越し蕎麦って今食べるの？今年は年越し配信はしない方向でございます。年明けてまた落ち着いたら配信するときは配信するよって言います。今年は年越し配信はしませんでございますので、配信納めでございます。家族とゆっくり過ごさせていただきたいというわがままです。新潟に家族が集まれたのが本当 NGT に加入して初めてなので、家族時間を過ごさせていただきたいというわがままでございますが、皆さんお許しください。ありがとう。え、みんなさ、
新潟の人って本当に2年参りしますよね。私新潟に来るまで知らなくて、2年参り。ありがとう、私のわがまま。ありがとうございます。2年参りって新潟だけ？年越しそばは23時頃に食べるんだ。そうなんだ。あ、そうなんだ。え、新潟だけの文化じゃないのかな？私聞いたことなかったです、2年参りって。声ありがとうございました。一番下ありがとうございました。こんばんは。え、文化なのかな？私も2年前にはね、できたことはないんですけど。え、だよね。多分新潟の方は2年参りがスタンダードかもしれないけど、私は初めて聞いたんですよ。初め、もう聞いたことあったけど、したことはない。ニット似合うね、ありがとう。でしょ？そうなの。あれだよね、神社で年を越すんですよね。それが2年参りみたいでお参りをするみたいな。だから神社のたくさんの人たちと一緒にハッピーニューイヤーってことですよね。うん、新潟だけだと思います。うん。ほう、なるほどね。新潟が神社の数が多いからって今。そうなのかもしれないね。こんばんは。あ、ね、言葉自体そう。私も新潟に来なかったら知らなかったことだから。すごいなって思ってます。こんばんは。すごいね。でもお天気どうなんですかね。なんか今日は雨模様で、みんな雨に濡れちゃう。みはるさん、フラッシュスペシャルゲット、お、ありがとうございます。有言実行、嬉しい。これから風が強くなる。ああ、それは大変だね。あらー、じゃあ2年前にする方は防寒しつつ雨対策もしなきゃいけない。月刊エンタメさんもゲットしました、ありがとうございます。月刊エンタメさん、文章を読んでみたんですけど、本当に私が言った通りの口調のまま 全部載せてくださってて嬉しかったです。雷は鳴らないでほしいの。こんばんは。いやー、雨がすごいんだ。お、紀伊国屋書店新潟店さんのポスト、ありがとうございます。みんなありがとう。いや、本当にありがたいことにね、ゲットしに行ってくださる方がたくさんいらっしゃって、みんなコンプリートできましたかね、お写真。たとえ3冊買って1枚ずつ当たったよっていう方いらっしゃいますか？
当たったらすごいですよね。なかなか難しい、本当にランダムで見えないからさ。うん。すごいコンプした、素敵なグレベルだ。こちらこそありがとうございます。できなかった、お、コンプした、すごい。なかなか難しいですよね、ああいうの。確かにね、2種類の方が当てやすいのかな。3種類で難しいかな。うん、こんばんは。お、できたっていう人が多い。頑張ってくれてありがとうございます。多分ね、年明けも置いてくださるみたいなので、多分大丈夫。5冊買ったらコンプしましたってことは、かぶりが2個しかない。うん、すごい。みはるんるん、お、あと1種類、頑張って。応援しかできないけど。コンプリートって難しいからね。でもコンプリートできたらぜひとも飾っていただきたいなと思います。1枚でも嬉しいですけど、ね、福袋毎年買ってるけど当たったことない。そんな泣いちゃうね、それは。そう、今日は三つ編みです。あ、なるほどね。5冊買うとコンプリートする説が今確立されました。なるほどね、5冊買うとコンプリートできる説、ありがとうございます。ご飯行ってらっしゃい。お、弘前からこんばんは。雪が降ってますか？降ってないのかな。ああ、もう年が明けるのか。お、福袋チキンいただきました。当たったんですね、よかったです。昨日は今年最後の公演見に行ってきました。あら、それはそれはありがとうございました。嬉しいですね。え、みんな普通、うん、年越しってお家で年越すじゃないの？あ、神社で年越すとかそういうこと？新公演、新春公演か。当たった方もちらほら。福袋は年賀状が届きました。あら、よかったですね。あら、まだ会えてない。来年もいるので。会えます、絶対大丈夫ですよ。こんばんは。あ、そうね、今の時間帯晩ご飯の方もいらっしゃると思うので食べてくださいね。普通に配信は1時間ぐらいする予定なので、ちょっと早く始めちゃったから7時前か7時ぐらいには配信納めはしますが、みんな食べて戻ってきてもまだやってると思うから食べたいタイミングであったりとか、お風呂入る方はお風呂入っていただいてもいいし、お好きにしていただいて大丈夫です。皆さん、今日の夜ご飯は何ですか？ちょっとだけ特別かしら。こんばんは。あ、こんばんはになったのね、やっと6時になったから。こんばんは。お、お寿司いいね。お蕎麦、その他いろいろ。お寿司、お、お寿司が多い。カニいいね。
昨日買った三原さんのおにぎりを食べること。うん。お蕎麦とお寿司の人がなんか多い。お刺身、お蕎麦、お蕎麦なんだ夜みんな。すごいすごい。お寿司とお肉とラーメン。すごいすごいすごい。豚の角煮。あ、すき焼きいいね。ケーキ作ったんだ、すごい。唐揚げ、お寿司、なんかお寿司が多いですねやっぱり。なんかわかるよ、お寿司食べたいな。年越しラーメンに行こうと思う。おーいいね、ラーメンも最高ですね。しゃぶしゃぶとお寿司、わあいいですね、幸せ。お蕎麦の方も多いですね。みんなさん今年一年頑張ったから、お正月と大晦日は幸せにいっぱい食べてください。こんばんは。サーモンタルタル作ってます。すごい豪華。すごいすごいすごい。みんなみんななんかいろいろ食べるんだ。年越しそば、年越しそばね。お餅ねえ、なんかお餅食べるかな。去年食べたっけな、どうだったかな、忘れちゃったな。食べるとしたらいそべ焼き、なんていうんだっけ、のり巻くやつか、きなこがいいな、お雑煮もいいね。NGT48 のおかげ2023年幸せだと、そう言ってもらえて NGT48 は幸せです。ありがとうございます。私も皆さんがいてくださったおかげで2023年幸せでした。明日がお雑煮か。みんな今日お蕎麦食べて明日がお雑煮って感じか。そっかそっかそっか。奈良家のお正月の定番は、実家にいた時は手巻き寿司食べて、年明けたらお雑煮食べてぐらいかな、そんな感じでした。いいな、手作りのお餅食べたい。柔らかいね、ふわふわの。やっぱ手作りのお餅は違うよね。私は手巻き寿司じゃないんですけど、楽しみです。あんこも美味しいですね。ずんだ餅も好きだし、いいですね。お餅って美味しいよな。みんなもたくさん食べてね。お年玉っていつまでもらってましたか。いつまでもらってたかな。ちょっと記憶にないですが、いつまでももらってたかな。ちょっと覚えてないな。新潟は納豆餅もあるよ。ほう、おろし醤油、なんか主食的な感じですね。納豆とかおろし醤油とか。うわ、なんかお餅いいね。お餅買おうかな。奈良家のお雑煮普通ですよなんか特徴的なものは別にないですね。お醤油ベースの
四角いお餅です。ねえ、どれが普通かわかんないけど、お肉は鶏のはず。うん、普通かわかんないけど、普通がどれなんだろう。日向町でリエさんに会えて、そうなの、リエさんにお会いできまして、公開収録ルルと言ってた公開収録の時に本当に心待ちにしててリエさんがいらっしゃるっていうのを聞いて、だからちょうど公開収録の私が出させていただくとこが終わって楽屋に戻ったらいらっしゃって、本当に本当にそう会おうとは何回もしてたんですけど、本当になかなかタイミングが合わなくてお会いできてなくて、もうね3年ぶりとか4年ぶりとかぐらいだと思うんですけど、久しぶりにお会いできて、変わらぬ優しい包容力のあるリエさんで、ね、もうずっと眺めてた怖かったと思う、ごめんなさいなんですけど、本当に嬉しくて、でも邪魔しちゃいけないじゃないですか、メイク中だとね。だから程よい距離感でずっと見て手振ってました本当に嬉しかった、嬉しかったけどさ、邪魔はできないから程よい距離感で見てました、眺めておしゃべりして、本当に嬉しかった。あの全力後輩でした。なかなか後輩になれる機会が減ってきてしまったんですけど、何年前かに戻って、なんか一瞬で戻って後輩してました。やっぱ全然変わらないですよね、なんか昔のなんか楽屋みたいな気持ちになって、わあ懐かしいなって思いながらも変わらぬリエさんで嬉しかったです。ずっとね本当に本当にね幸せだった、幸せなラジオ納めをさせていただきました、ありがとうございました。放送を楽しみ、そうリエさんに会えるのが嬉しくて、リエさんからいただいたお下がりの洋服をね身につけていったんですけど、実質リエさんになれました、嬉しい、ずっと大好きな方です。そうで、なんかいくつになったっけって話になって、私が25ですって話をしてたら、リエさんが NGT にこう来てくださったのが24歳とかだったらしくて、わっもうあの時のリエさんの年齢をいつの間にか超えてしまったんだって思ってびっくりしちゃった、本当にびっくりしちゃって、びっくりしたよね、えあのオーディションの時に初めて見たリエさんを超えてしまったんだっていう、もうねなんかういーって、そりゃねえ時間が経ちましたよね。だって来年ね、まあ、劇場8周年ですけど、1期生は丸9年の10年目に入るわけですから、9周年なんですよ。8月だったら、7月はオーディションで8月がお披露目だからね、そう考えたら時の流れって早いですね。もう最近何が悲しいって言ったら、公演とか出演させていただいてる時のメンバー見ると、なんか大抵西方姉さんがねいらっしゃらなかったら私が最年長なんですよね。びっくりしちゃう、なんかわっ本当に気づいたら周り後輩ちゃんだらけになってて、本当9割型後輩ちゃんに囲まれて今お仕事をさせていただいてるんだなと思ったら、もう本当時の流れびっくりしてた。冷静に周り見渡したらみんな若いし、みんなね後輩ちゃんでびっくりしました。
なんかふとした時びっくりするんですよね。なんかあえみたいな。かといって何があるってわけではないんですけどね。ちょっとびっくりしちゃうって感じ。出演メンバーリストにみはちゃんの名前が一番最初にあると時の流れがにわかる。なんか感じる。わわみたいな。びっくりするよね。気づいたら。そうなっちゃってびっくりするよね。いける？まだ18歳。ほんと？さすがにきついよ18歳。ポキちゃんがみはるさんからもらった洋服が好きすぎて配信で動き、あら嬉しい嬉しい、いっぱいあげちゃおういや本当に後輩ちゃんにあげたお洋服たちがね、今クローゼットにいるんですけど、タイミングを失っちゃって、ずっと欲しい子がいたら言ってくださいちょっと季節が春も夏も秋も冬もあるんですけど、私のお下がりでよかったら欲しい子がいたら連絡待ってます。本当に連絡くれたら私渡します本当タイミング失ったんですよね。なんかずっと誰か欲しい子もしいたらあげようと思ってたけど、今年も終わりそうです。気づいたら。そうなんですよ。花江ちゃんにあげて。花江がお洋服欲しいかな。今わかんないじゃないですか、服の好みとか。だからなんかね、なかなか難しいんですけど、ちょっと重いからさ、大量に持って行ってもなって思って、みんなの好みじゃなかったり別に欲しくなかったらさあれだからなって思って、欲しい子がいたら待ってます。楽屋まで持ってくのがね、ちょっと持ってける自信がなくて持ってける自信がないんですよ持っていけるかな。まあいけるっちゃいけるかもしれないんだけど、なんか特別な、すごい特別なお洋服ってわけでもないので、今日バズリズムさんで代表がコメント読んでました。ハルーラ代表の方ですか。見ましたよ。はるか頑張れっていう私の書いたやつですよねいやこれしかないなと思って、この言葉に尽きると思って書きました。こんばんは。みはるちゃんが来たっていうだけでブランド力あるかもしれないし、それはわかんないじゃないですか、その子の価値観。ルアちゃん昨日の MC でたくさん話したら喜んでました。そうなんかね、自然とルアちゃんといっぱい喋ってました。私も楽しかったです。やっぱり公演がね、一緒にこう出演できるとお話できる機会も増えるので構っちゃいます。待ちをしちゃいますね。まあなんかクマさんが飛んできた。ゆくゆくゆくって書いてある、変顔すごかったね。赤ちゃんみたいだよねルアちゃんってね。でもダンスとか大好きで、踊ってる時生き生きしててすごい輝いてるなと思ってる。ポジションが被ってるメンバーとはなかなか会えないので寂しい。正直会えてるから、なんか今やってる公演本当にいろんなところをいろんなメンバーが
してたりするので、なんか毎回メンバーが違うイメージなので、なんかそんな思わないですね。毎回違うなって感じ。そういうのも含めて楽しんでもらえてたら嬉しいですね。こんばんは。そう、かいちゃんは本当にね、この暮れにかけてのかいちゃんだから一緒に頑張れたって本当に思うぐらい一緒に頑張りました。いろんなイレギュラーなこともあったんですけど、二人で一生懸命閉じこもって一緒にいっぱい練習して、なんとか公演の日をみんなで、ね、力を合わせて乗り切ることができたから、かいちゃんとニコイチで幸せです。やっぱ頑張ってる人がすぐそばにいるとさ、やっぱり頑張れるよね。ねえ、ゆめちゃんも昨日初日を迎えることができてよかったですね。おめでたい。かいちゃんって呼んじゃう。なんかみんなかいちゃんって呼んでて、気づいたらかいちゃんって呼んでた。こんばんは。そう、ニコイチ、ニコイチだったんです。初めてです、ニコイチ。なんせ間に合ってちゃんと無事に公演を務め上げられたことが本当によかった。本当に心の底から安心したというか、終わった後ね、本当にずっと緊張してたからよかったなっていうか、公演をこうすることができてよかったなって思ってました。そう、三つ編みなの。全然見えないと思うけど、お母さんがお揃いのこれくれたの、ふわふわのパールついてるやつだからつけてみた。うさぎ、うさぎ年も終わっちゃいます。うさぎじゃん、見て、うさぎ、今年最後のうさぎ納め、うさぎも終わっちゃいます。あと数時間で、あと4時間ぐらい、4時間は違うね、5時間ぐらい。うさぎ年も終わっちゃう。あれ、うさぎに見えなかった。うさぎだって、こうか。ねえ、牛とらう、たつに、たつ、たつは難しいな。たつは難しい。どうしたらいい？ちょっと無理、無理です。ちょっと無理。なんか出てるじゃないですか、ピン。いや、髪の毛伸びたんです、本当に。なんか会う人に伸びたねって言われる。一番干支で書くの難しいのは立つ年だと思う。本当にまあいろいろ来年に向けてさ、書く絵を描いてたんですけど、書き物とかでね、立つを一番難しくて、なんか自分の中の立つを描いてみてたら、シークワーサーじゃなくて、なんだっけ、シーサー、シーサー、シーサーってよく気づいたね。そう、シーサーって言いたかったの。シーサーみたいになっちゃって全然タツじゃなかったの。なんかどうやっても書けなくて、シーサーになっちゃってほんとひどいの。最近私なんか
それに似た言葉、全然違う言葉出てきちゃって、昨日もね、なんだっけな、何のことを間違ったか、なんか笑われたメンバーに、何だったかな、忘れちゃったんだけど、なんか出てこないんです。難しい、シーサーばっかり書いてた。なんかシーサー書くつもりじゃなかったんだけど、シーサーになっちゃってたから仕方ないなみたいな。だから多分福袋を買ってくださった方でね、年賀状がついてたよっていう方は多分シーサーじゃんって思ってるかもしれない。そこは私が書いたのはタツ、タツを書いた。みんなうまく書いてたんですよ。でも私はシーサーだったから、シーサーの年ってことで、なんていうの、こういうさ、なんかこういう牙みたいな感じとか、トゲトゲしてる感じとかさ、私のイメージで書いてたらシーサーになっちゃった。え、おみそかの配信でこんな感じでいいの？なんかいつもと変わんなさすぎて、こんな感じでいいのかな。いいか、まあいいか、いつも通りが一番いいのか。そんなタツ書いたらシーサーになったっていう話、誰がおみそかにするんだって感じですけどね、本当に。こんばんは。でもきっと配信見てくださってる皆さんも、今年も来年も素敵な年になると思います。え、このさ、ゆくゆくさん、何このゆくゆくさん、くまゆくゆくさんがずっといらっしゃる、くまゆくゆくさん、くまゆくゆくさん、ありがとうございます。かわいい、くまゆくゆく、行く年来る年ってことなのかな。くまゆくゆくさん、ありがとうございます。くま、ちょうど私もくまになれてるんじゃない。どう、仲間入り。くまゆくゆくさん、タワーありがとうございます。ぴょん、年末仕様になってるってことか。ゆくくま、くるくま、私も入っちゃおう。年末さんのタワーなんです。ありがとうございます。かわいい、ゆくくるくまさん。ここに入ったらいいのか、どう？なりきっていいんだ。モフちゃんの毛量超えた？いやー、いい勝負ですよ。毛量っていうか、毛量含みいい勝負よ、ほんと。私の髪の毛、弱いんだから。どうかできた。え、本当にこんな配信でいいのか。ものすごいゆったりタイムが流れてるんだけど、私寝てるっていうぐらいゆったりタイムなんだけど、大丈夫？みはちゃん、くまさん、タワーありがとう。こちらこそありがとう。みはくま、みはうさぎ、みはくま、みは一直線、みは斜め、みは斜め45度、タコ、こんばんは。もうね、年越しそば食べちゃったんですよ。一発芸できた。みは斜め45度、みは90度、180度、45度、
髪の毛今下ろしたら、でもね、ゆるく編んでるからね、そんな型はついてないと思う。どうしよう、今来てくださってる皆さんの中で、こんな大晦日にこんな45度とか言ってる推しなんやってる子が、推しなんて恥ずかしくて言えないって思ってるかもしれない。思ってるかもしれないじゃん。誰が大晦日にこんな一発ギャグできたってやってるの。本当にどういうこと？誰？どこの子？本当にどこの子？ちょっと。いや思ったよりね、自分の髪の毛が長くて、見てください、だって配信画面一直線できちゃうんだもん。なんかそれがじわじわ来ちゃってさ、すごくない？こんな一直線になれる人いる？私だわ、すごくない？長いよね。私の得意かもしれない。だって斜めだってついちゃう。あ、斜めは難しい。斜め難しいかも。あ、ほら斜めいけた。ラピュタのシーンを思い出した。一発芸できたわ。こんな大晦日に一発芸できるなんて思んなかった。みんなも髪の毛長くなったらやってね。多分大受け間違いなし。シーソーみたいって、何がシーソーや。しめ縄って言わないで。しめ縄は違うから。しめ縄じゃないよ。しめ縄なんかおめでたいけど、しめ縄ではない。こいつはしめ縄じゃん。しめ縄9。4 0。数字もできるじゃん。何やってるの本当に。心配になってきた。来年がちょっと2024年やってみて、任せて。2ってどうやろ。2 2 2 2。4、こっち4年できた。4年って合ってる？こっち反対？逆？泣いちゃう。一生懸命やってたのに。2024年。できた。一発芸できました。でも2024年だからできたかもしれないです。2025年はちょっと難しい。2が竜に見えたのよ。年を越せそうで。竜できるやん。はい、竜。
はい、りゅう。うさぎ年から、はい、りゅう。できたじゃん。信じられないよ。こんなことする人じゃなかったはずなんだけど。4期生見てたら泣くよ。こんな人が先輩なんだって泣いちゃうよ。号泣してると思う。もう頭抱えて。バレた？私が一番楽しそうってバレた。仕方ないな。正直に言うと私が一番楽しんでる。待って、こんなことする人だと思ってる。嘘じゃん。そんなことする人だと思んないでしょそんな人なんです。はい。お腹抱えて泣いてるかも。本当に後輩泣いてるかもしれない。もうこんな変なことしてる先輩がいるんだって、こんな人が先輩になるんだって頭抱えてると思う。4期生とかもう3期生に呼ばれてる。ルアちゃんに言われたんですよ。いつも私の大好きなキャラクターのね、クマさんの、蜂蜜のクマさんのもの身につけてますよねって言ってくれて、可愛いですねって言ってくれて、バレた。後輩にバレた。蜂蜜食べるクマさんが大好きだってこと。だからルアちゃんをこっちの世界に引きずり込もうと思っていっぱい宣伝してきた、力説してきた。したら好きなキャラクターが違って、ちょっともうちょっとかな、時間かかるかなと思って仲間増やそうとしてる。今本当になんか自分でもさ、今年1年はその蜂蜜食べるクマさんの稼働率が高かったですね、私の周りで。絶対ね、常に2つアイテム以上は持ってた。だからバレたんだと。来年も蜂蜜いっぱい食べるから、私リスペクトしてるから。私蜂蜜こんな大きい瓶であるから、もうストック。サンダースに負けない。私も蜂蜜愛好家。でも冬場は寒いからお腹隠してほしいんだけどさ、風邪ひいちゃうからね。雷鳴った時と冬場はお腹隠してほしいよね。こんばんは。冬眠はね、若干するかな。そう、乾燥がひどいからね最近。なんか私劇場が乾燥してるのか、劇場行くとねすごい乾燥を感じて、喉がカサカサになっちゃうのが悩む。わかる。寒いとね、蜂蜜結晶化しちゃう。あれ結晶化したらねザラザラになっちゃうからね、温めてまた液体に戻さなきゃいけない。大変だよね。皆さんの席も乾燥してますか？そういう時期なのかな？そういう時期なの？やっぱ冬場だからさ。大丈夫そう？ちょっとそろそろ振り返りとかしておく？そんな一発芸とかしてる場合じゃないよね。2023年も皆さんありがとうございました。みんなのおかげでまたこうしてショールーム配信もだし、お仕事もだし、劇場にも立たせていただけるようになりまして、みんなの一人一人の応援、温かい言葉、コール、一生懸命グッズつけて応援してきてくれたりとか、まだね復帰してからお会いできてない方もいらっしゃると思いますが、皆さんがいてくれたから2023年もこうして皆さんの前でいろんなことを収めることができております。本当に感謝しております。2024年も何卒 NGT48 と私をよろしくお願いいたします。名前は存じ上げてましたが、こんなに可愛い子、
引きませんでした、大丈夫です、7名とかやってて嬉しい、もしよかったら応援してくださいよかった、減ったかと思った、応援してくれる人たち来年に行きます、待ってます、年内に新婚のみほちゃん見えてよかった、あーよかった、ありがとうございます、みんなのおかげです、みんなが首長くして待っててくれたから、ありがとうございます。でも本当に久しぶりにそのコールを聞いたけど、コールってすごいパワーを持ってるなって、本当にありがとうございます。でも来年もあっという間に公演が始まったりとか、もう数日後ですよね、そんな何ヶ月後とか何週間後とかじゃないので、またありがたい、いつも通りのね日々が始まると思いますが、 NGT48 だらけで来年も過ごしてもらえたら幸せでございます。そう、みんなキリンさんになっちゃってたでしょ、首長くなりすぎちゃって、そろそろ縮んできたかな、うん、ねえ、思い出いっぱい公演も NGT の曲だらけで最高なんですよ、いい曲ばっかりだから、フラッシュスペシャルさんの感想を待ってますし、紀伊国屋書店新潟店さんの生写真ランダム3種類ももうちょっと置いてくださるみたいなので、コンプリート報告も待ってます。来年は飛躍の年になるな、その言葉を通りになると嬉しいですね。新公演はまだまだありますので、焦らず皆さんのなんていうんですか、こう予定がいい時にお待ちしております。ぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです。売り切れないことを願う、私も願ってます。 X の固定ポスト買いますか、2024年になったら買います。2023年は公言していた写真集 を出したいっていう夢が叶わなかったんですが、来年こそは叶えたいなと思っておりますので、2024年も夢は変わらず、あのポストにポストしておきたいと思います。みんなみはちゃんが良かったって感想を書こうな、次につながるように、優しい、ありがとうございます。でも本当に皆さんのね、そういう応援の行動であったりとか、お言葉にで次につながることが本当にあるので、ご協力いただけたら嬉しいなと思います。とにかく細かいことがどうこうっていうよりも、本当にあの2023年も皆さんにたくさん応援していただいて、支えていただいて本当に感謝でいっぱいでございます。来年も引き続きマイペースに、あの後輩ちゃんたちも増えていますし、私らしくあのいい背中を見せれるように、程よく楽しみながら頑張っていきたいと思います。友人がミハナの写真コンペしてプレゼントしてくれた、なんて素敵な友人さんなんですか、アンケート大事。友達がミハちゃんのグラビアと普段のギャップにびっくりしてめっちゃ綺麗って言ってて、嬉しい、すごい周りの方とかファンの皆さんも含め嬉しい反応をいただいて、私もとっても嬉しいです、ありがとうございます。見ていただいて、何事も次につながればいいなって思いながらお仕事をさせていただいていますので、皆さんももし
ご協力していただけるなら一緒に次につながれる行動を一緒にしてくれたら嬉しいなって思いますが、本当に応援してくれてありがとうございます。ありがとう、本当に2023年応援してくれて、2024年も引き続きよろしくお願いいたします。みんなご飯時間とかだったのに見てくれてありがとうございます。来年はガッタファンのお友達が NCT 劇場初めて連れてってくれる、にゃーん、それは嬉しいですね。ぜひ楽しんで NCT48 だらけになってまみれになって帰ってくれたら嬉しいです。こちらこそ配信納め、ショールーム納めに付き合っていただき、2023年、2023年の納めを一緒にしてくれてありがとうございます。今何年になっちゃった？なんか3回いっぱい出てきたんだけど。33年？なんで？なっちゃったんですけど。2023年も本当にありがとうございました。なんで締めようと思ったらさ、なんかおかしくなっちゃったの？困るよ、行き過ぎすぎた。今年は三原がフォーティートグループのショールームさん、あら嬉しい。令和5年から令和6年になるそうです。早いですね、令和になってもそんな経つみたいです。2024年ですね、次は。もう口が回りません、いつもなんですけどね。本当に口回んないとか噛んだって言うとメンバーがいつもだよって言うから、いつも通りです。なんか早口言葉みたいな感じで、なんかタタタタタってなるんですよ、口が勝手に。だから2023年も言えなかったって。脳みそと多分口が動く動きが連動してないんだと思います。そんな感じで、まあいつも通りなんですけど、今年もありがとうございました。2024年も何卒皆さんが幸せで楽しく過ごせることを願ってますし、何卒使うタイミング間違えましたが、一緒に素敵な1年にできたらいいなと思っております。インスタグラムにフラッシュスペシャルさんのいただいたアザーカットを載せさせていただいておりますので、そちらで気になった方はぜひフラッシュスペシャルさんゲットしてみてください。素敵に撮っていただいたお写真がたくさん載ってますので、見てくれたら嬉しいなと思います。来年もグラビアのお仕事いっぱいできたらなって思います。お待ちしております。見てくださってる方がいらっしゃるかわかんないですけど、はい、ということで来年も助け合いながら楽しみながら楽しい一年過ごしていきましょう。ということで2023年も本当に本当にありがとうございました。皆様良いお年をお迎えください。バイバーイ。うさぎからのリュウじゃねー。あ、違うじゃん、ランキング読んでないじゃん、しっかりしなさい。はい、危ない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 。13位からですね。13位マサさん、12位エビサマさん、11位電気ピリピリさん、10位ゆりかパパさん、9位みつおきさん、8位はちあとこげぱんさん、7位ぴよりんあとぴよさん、6位あきら先生、5位えももとあとぴよさん、4位あるとあとぴよさん、3位新潟イズラブさん、2位が s.s あとぴよさん、1位がしじゅうからさんです。
行く年来る年、くまさんも皆さん素敵なギフトもありがとうございました。良いお年をお迎えください。それではまた来年会いましょう。